プリットリヒングは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に、属す町村で、プリットリヒング行政共同体を構成する、自治体の一つである。プリットリヒングは、ミュンヘン計画地域に位置する。この町は、公式には二つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。プリットリヒングは、 バイエルン選定校領ミュンヘン会計局及び、ランツベルク地方裁判所に属した。連邦統計局によれば、ビンクル地区を含む2005年12月31日、の人口は2403人、2006年12月31日、の人口は2456人である。市の紋章にもなっている、この町の象徴的建造物である、聖母教会とそのローン町長は、 アレクサンダー・ディッチュである。町議会は14議席からなる。ズ柄、ガラ、銀字と赤字に上下に分割。紋章基部から全体に赤い戦闘屋根と赤い屋根の角の張り出し部を持つ銀の塔が描かれている。ありがとうございます。